いつもご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。皆様ごきげんよう、アシスタントのレミリアです。今日もすべからくビートレをいじっていきましょう。今回は、前回紹介したシムトレイン氏のビートレパックに入っていた、大量のステッカーを順々に紹介していきます。いやー大量ね。この前みたいにフリーズしないでよ。どうですかねー、なんせ2001年製の CPU なもんで。バカなこと言ってないで整理するわよ。ガッテンデー。まずは E233 形容が3枚ですね。0番代用が2枚と、100番代用が1枚ね。いいじゃない?はい、秋葉原編でご紹介したように、1000番台は絶賛収集中なのでとても助かります。0番台の方にも面白そうな幕がたくさん入っているので、頃合いを見計らって積極的に使っていきたいです。また、3枚ともコーポレートロゴがふんだんに入っているのが嬉しいポイントです。限定的だけど、JR マークはいくらあってもいいからね。では、次行ってみましょう。こちらは主に209形容です。2100番台の再販品、500番台ムサの共通ステッカーが1枚、0番台ケト、205系宛ての共通ステッカー2枚、キオスク2の新系列車用が4枚です。マリ車とケヨ車、同時期に発売されてたのは知ってたけど大型共通タイプになってたのね。コストカットに終始していた時期ですからね。こうなるのも納得です。でも、号車表示や独立列番など、便利になった点も見受けられますね。ムサの丸9はいつか揃えたいと思ってるので、大事にストックしておきます。あとの2つは結構よく見るやつね。そうですね。ただ、ヤテ35大絶賛制作中なので、山手線の方向幕は嬉しいですよ。冷却風グリルも、キオスクの方は、方向幕が入ってたら面白そうなんですけどね。まあ、4車種をほぼ4編成分詰め込んでたら無理な話よね。まあ、そうですね。では次行ってみましょう。205系の後期車用2枚と、前期車用1枚です。後期車のは弾数が多いからいいとして、前期用とはまたレアなのが来たわね。ベストリピート3、在庫報告が上がるたびに TL が盛り上がるやつですね。さっきは4車種で1枚だったけど、今度は7車種が1枚に。まあ小窓編成の該当数が少ないですし妥当でしょう。この前を事故で電車区から転属してきた H28 編成に使えるので本当にありがたい。なんか、あんたんとこの車転属車ばっかね。花店中古車センターか何か。FFB トレウル、俺買う。そんでこちらは E231 系0番台2車種4編成分ですね。使う当ては、今んとこないっすね。ただ、車両が揃ったら使う予定です。お、これで JR 車は最後ですね。E127 系100番台と701系用です。あ、いわゆる本ちゃんね。どちらも18切符旅行でお世話になった車両ですが、コレクションはしていなかったんですよ。E127 はヨドとかで売ってたけど、701系はキオスペでしか出てなかったからね。そうなんですよ。だから集めようにもって感じで、その点、今回の E127 系譲渡はありがたいですね。大糸線を下ったあの夏の日が思い出されます。今度は辰野市線とか、飯田線で乗ってみたいですね。E127 系って快速みすずに入んの。知らねえ。さて、ここからは民鉄シリーズですね。好きな方はお待たせしました。最初は京成3000系シリーズ用ステッカーです。でっかいのをわざわざカットしてくれてるのね。あんたはこれ持ってるの?もちろんです。3000シリーズは大好きなので、N800 系以外は大体揃っています。あと改造用に1本。ってことはステッカーも大量に。いや、編成数に対しては少ないですよ。現状11枚ですね。また出た、大質量戦法。これで今回のお足して13枚になりました。目標まであと5枚です。18枚揃うとどうなるの?勝利。エグソディアじゃないんですよ。18枚あれば、8両分の側面膜と前面膜を賄えます。側面膜に転用する際は、黒抜きやエイジをカットしてやれば問題ないでしょう。それだけでなく、京成ロゴや新優先席ステッカーも手に入るので本当にありがたいですよ。安く転がってたら間違いなく買いのステッカーです。圧倒的大質量にパワープレイ。某共産大国を思わせるやり方ね。じゃあ次も赤い車行きましょうか。BGM も赤くて黄色いあれにしときましょう。音色の主張が強すぎる。というわけで皆様お察しの通り京急新線型のステッカーです。京急車のステッカーはあまり持っていないのでとても助かります。特に、4両編成用の前面膜には同じ膜が多数収録されているので、側面転用も視野に入ります。車両ともども、積極的に活用させていただくわ。お次は都営12000系のステッカーですね。大江戸線系は1両も持ってないんですが、ありがたくストックに回させてもらいましょう。号車番号は結構使えるかもね。京王の車に使えそうですね。そしてラストは東急5000系列用です。これはありがたーい。そうなの、今までの動画ではシムトレインさんのしか出てないけど、こいつを見てくれ、どう思う?すごく、大きいです。地元路線でもないのに、結構フルで揃えてるのね。横浜から都心に出るとき、一番安いのは東横ですからね。階段めんどくて狭い分、家具流275円とかですし。安っ?それに、やっぱり5000系列はかっこいいので大好きなんです。2002年登場ですよ。そう思わせない洗練されたデザイン。特に、5000系の6ドア車3両組み込み時代は本当にいいですね。また初期しよう。あれ、じゃあ5000系は2本目ってこと?そうなりますね。でも、シムトレインさんから転属してきた子たちの方がレリーフ等の状態がいいので、
既存編成と差し替えということになりそうです。余剰になった子たちは保有者一かな。とまあ、サテクでは結構力を入れてる車両たちなので、このステッカーは本当に嬉しいですね。特に6ドア車ステッカーは飛び上がるくらい嬉しい。本当にありがとうございます。ちなみにこの前面膜って側面に転用できたりしないの？ああ、じゃあちょっと実験してみましょうか。ストックを引っ張り出してきます。あれ、少ないわね。そうですね、箱で買ったのは本当に少ないので。というわけで貼ってみました。バカみたいにでかいですね。側面転用は難しそうですが、貧弱な等級ストックを改善できたのは大きいです。そして、チムトレインさんからいただいたステッカーはこれで以上です。いやー、大ボリュームでしたね。これだけのものをいただいたんだから、前にも増して精進なさい。そうですね、頑張ります。チムトレインさん、夏バテの時期に追い風となるステッカーをくださり、本当にありがとうございます。この場を借りて感謝申し上げます。じゃあ、今回はこの辺で失礼するわ。長らくのご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。最近、多くの方々に見ていただけてるようで本当に嬉しい。視聴者のみんな、いつもありがとね。リクエストもお待ちしてるわ。それに対応できる確証は一切ないんですけどね。それじゃあまた次回も、よろしく。